バスターミナルへ向かっております。今日はですね、バスでヌブラ渓谷へ行きます。ヌブラ渓谷のディスキットって町までとりあえず行きます。カルドゥンビレッジでブレックファスト休憩。もう黒いバスに乗ってきました。メルセデスベンツって書いてある。中は結構狭い、ほぼ満員。
ディスキットの町に到着しました。ヌブラ渓谷、まあ、本当はバスをすぐ乗り継いでパナミックっていう村まで行こうと思っていたんですけど、ちょっとね、頭が痛すぎてちょっと休憩してたら、もうバスがね、パナミック行きのバスが1本しかなくて、2時半、14時30分の1本しかないということで、まあ、それをね、乗れなかったんで、まあ、今日は、ここで宿を探します。ディスキットはね、泊まったことないですね。2019年にヌブラ来た時はこのもう一個先の15キロぐらい先かなの、フンダルっていう村に泊まったんですけど、まあ、今回はディスキットに泊まります。今から宿を探す。ここに崖の上にディスキットゴンパが見えます。一回行ったことあるんだよな、ディスキットゴンパは。この後涼しくなったら歩いて行ってみようかな。